新型輸送機オスプレイを横田基地に配備することについて、昨日国と都の話し合いが行われ、都の担当者は十分な説明がされていないと国に改めて説明を求める方針を示しました。外務省と防衛省の担当者は昨日都庁を訪れ、オスプレイを横田基地に配備する意義や安全性について説明しました。ただ今回の説明では、オスプレイの具体的な飛行コースや夜の訓練の内容、それに周辺地域への騒音の程度など都の疑問点に対し、国からの明確な答えはなかったということです。都の担当者は十分な説明がされたとは考えていないと話し、改めて国に説明を求める方針を示しました。また都によりますと、昨日の説明の中で国はオスプレイの配備に伴い、アメリカ軍の関係者およそ400人が横田基地に追加されることを明らかにしたということです。